中国共産党第19次全国代表大会は2017年10月18日から10月24日まで中華人民共和国の首都北京市で開催された中国共産党の全国代表大会である。略称は中共19代あるいは中共第19回党大会。大会のテーマはややゆとりある社会の全面的完成の決戦に勝利し、 新時代の中国の特色ある社会主義の偉大な勝利を勝ち取ろうというものであった。この大会で習近平総書記を党の中心とすることを再確認し、マルクスレーニン主義、毛沢東思想、党昌平理論、三つの代表、科学的発展観に続く六番目の党の指導思想として、習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想を党規約に明記した。 また、習近平総書記が唱えてきた、一帯一路、中国の夢、人類運命共同体、四つの全面、四つの意識、東領同一切や、強国、強軍といったフレーズなども盛り込まれた。第19次全国代表大会を主催を運営する主要メンバーは、次の通りである。習近平理活協、超特営ゆただ市政、劉雲山、 大き山んばり高麗は、外王子根イリュウエンヒ元、そのスケマゴシュンダンリ牛尾応用長春県藩長流毛県柱、長学キワコ春か栗選書、核金流藩ただし光沢民古金藤主要気温、下法理法理随関を報告か経輪総体らり、男性素傾向暮れ完成、李長春ら漢学国津よ森聖林、長広四宿、陽明本大会は、 李活協の司会で2017年10月18日午前9時に開幕し、習近平総書記が演壇に立ち政治活動報告が行われた。政治報告は3時間半に及ぶ、長大な内容だった。中共19代が開かれた北京人民大会堂、本大会最終日の2017年10月24日に、党中央委員会委員の選挙が行われた。 習近平、李克強らをはじめとする党中央委員会委員が選出された。他に党中央委員候補、党中央規律検査委員会委員も合わせて選出された。本大会に合わせ、2017年10月15日午前から中国共産党第19回中央委員会第1次全体会議が北京市で行われた。選挙により、 中国共産党指導者として、次のものが選ばれた。党総書記、習近平中央政治局常務委員会委員、中央政治局委員、中央初期どころ初期、党中央軍事委員会、中央規律検査委員会、本大会の開幕から165カ国の国家元首と、 政府首脳や政党など重要組織の指導者から841件の祝電が寄せられたと収総書記は閉幕後の記者会見で発表している。一中全会での収総書記の再選にアメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領やロシア連邦のウラジミール・プーチン大統領ら各国要人が祝電を送って収総書記と電話会談も行い、日本からは与党、 公明党の山口夏夫代表と安倍晋三首相、総価学会の池田対策名誉会長が祝電を送っている。前回の中国共産党第18回全国代表大会と同様に台湾の五月市議中国国民党主席からも祝電が送られており t h a a d 配備問題をめぐる関係停滞が伝えられる大韓民国の文在寅大統領と与党ともに 民主党代表の秋宮合も本大会と一、中前会に祝電を送った。北朝鮮核問題をめぐる関係冷却化が伝えられる朝鮮民主主義人民共和国の金正恩朝鮮、労働党委員長と朝鮮労働党中央委員会も本大会と一、中前会に祝電を送った。ありがとうございます。